消えた人のよう思い誰だとんどつもりでだって震えるだけじゃおかわりあらずもうなくわけあらたくでもなばいへんらんそれなきゃへんちゃうやだあいそさとくっとくるおしく思うなこんなだけはあらがでいるのよ最高じゅうめゆめがみるすん痩せた腰をかけて時は遠い夜の声を聞くだけでいい恋をすればするだけ女の泣いた顔に咲いてく髪の長さや広げじゃ弱わない生の My Can Love それなきゃ変じゃ夢で愛想さっくっと苦しく思う見てる女の動機に悩める順調は吐く燃えてはるやゆえ熱いと実況言葉に出なさい泣いた女の涙文字でいっそごままを泣きなどいい私は土曜日は子供は半日で学校から帰ってきて大人は土曜ってもうなんか平日と同じような仕事があった人が多かったんだろうと思うんですけど土曜日の朝っていうと別に平日の朝とそんなに変わらない感じだったんじゃないかな。まあ午後はまた変わってくるんでしょうけど今は週休2日で土曜と日曜が休みって人が多いんで土曜日の朝っていうとなんかこう休みの人と今から仕事行く人がこう一緒になってこう車走らせてたり自転車乗ってたりしてなんかあこの人休みあこの人仕事みたいな混然となっててなんかちょっと面白い景色ですね。うちの方は埼玉スタジアムの近くに住んでるんでやっぱり試合の日なんか忘れてイオンかなんか行くと大変な目に遭ったりするという、サッカーの試合の日だけは覚えておかないといけないっていうそんな感じなんですけど